はい、ということで皆様、もう何回やるんだよ、えっちゃんのダイエットです。今回はですね、もうこの太りに太った体、これはなぜこんなに太ったかっていうと簡単です。そう、食べ過ぎです。ですね、最近私の趣味が食べることのみになってきてですね、食事もう一人でプラッと、温泉旅行に出かけては誰にも会うことなく暴飲暴食をし、温泉に入る帰る、そんな日々を繰り返していたらこのありさまです。体重自体はね、ちょっと増えたかなぐらいなんですよ。そんなマックス体重まではいってないんですが、もうね、筋肉という筋肉が消え、脂肪という脂肪が増えました。見てください、これちょっと やばいよね。ヨーン、ボヨーン、油乗ってる。ちょっとね、重力に負けてる感じするよね。二の腕とかもやばい、本当に。ちょっと油断するとすぐ太るんだから。ね、今回は食事制限、そして筋トレ、いろいろやっていくんですが、もう本気の2週間過ごしたら何キロ痩せて、どれぐらいねサイズダウンできるのか、もう2週間本気でやっていきたいと思います。時間かけずにもうストイックにやっていきたいと思っておりますんで、今日から2週間14日間でどれぐらい減ったか測っていきましょう。ちなみにね、まあ、ちょっと今日化粧薄いんですけど、顔周りとかもね、ほらいつもシェーディングとかでごまかしてるんですよ。耳にかけるとほらこんな感じ、結構顎とかもやばいよね。ちょっとせっかくあんな痩せてきてたのにもったいないことしちゃったんで、早速、測っていきましょう。サイズ計測 GO。 はい、まずはですね、身長 153.5、 体重が48キロです。現在ここからですね、サイズを測っていこう。まずはね、二の腕強烈、二の腕最大値24センチでしたね。私今何センチなんでしょうか。はい、現在ですね、二の腕 24.5 いっちゃいました。やばい、 24.5 センチ。多分ね、さすがに25センチ超えてた時ないような気がするけどな。過去のダイエット動画見てる方はね、ちょっとどうだったか教えてほしいんだけど、二の腕来てるね。続いて、バスト、バストはサイズダウンしたくないところですね。はい、87です。はい、バスト87。そしてアンダー、ここはね痩せたいところ。ただね、アンダーはそんなに太くないと思うんですよね。64センチなんで、ここ自体はねもう骨しかないんで脂肪なしなんですよ。はい、そして地獄のこのお腹、まずはウエスト、ウエストは一番細いところを測るんで、ここら辺でしょうか。64センチ。そんなにね、ウエストはあれですね、激太りしてるわけじゃないですが、下っ腹ですよ、下っ腹。ここね問題、せっかくダイエットして痩せたのに、ここがですね何センチになってるかと言いますと、77センチですね。80いってなくてよかった。続いてヒップ、だからね、本当にね、2週間でこっからどれだけ痩せられるのって。ヒップ88センチ。そして太もも、はい、こちらはですね、太もももちょうどこの短パンの下ぐらいにしておきましょうか。ここを測ります。44センチ。くっ。そしてこの私のミオひらめき、ズームにされると本当に恥ずかしいぐらいムキムキなんですよね。このムキムキマッチョな足、恥ずかしすぎる。このふくらはぎ測ります。33センチ。はい、ということで全身計測できました。で、ダイエット中何を食べるか、そして何をするか、ちょっと紹介したいと思います。はい、ダイエット期間中食べるものはこちらをメインにしていきたいと思います。朝ごはんにはこちらのオート
ミールのカップスープ、こちら100キロカロリー以下ですね、とフルーツだったりとか、まあお味噌汁だったりとか、なんか飲んでいきたいと思います。基本的には水分よりな感じですけど、で栄養素が足りないところはサプリ、あとはですね、プロテインバーとかを取っていきたいと思います。続いてこちら、これねずっと私が大好きなものなんですけど、このトマトサンラータンスープ、これめっちゃ美味しいんですけど、麺とか全く入ってないんですよ。でこの中にこちら、はい、そのまんま寒天っていうね、寒天ブロック、こちら0キロカロリーですね。こちらで食物繊維を増量して入れていきたいと思います。なんで実質炭水化物は食物繊維がメインっていう感じになりますね。でこれはですね、優秀63キロカロリーなんで2カップ食べてもいい、そしてこっちの寒天はいくら入れてもいいっていうね感じになってます。あとはこちら、はい、スンドゥブスープ、こちらはですねカロリー68キロカロリーでお豆腐が入ってます。これで物足りないときはこの中にお豆腐を足して食べたいと思います。そしてちょっと小腹が空いてお菓子が食べたい、そんなときはこちら、はい、ベースのクッキー。このベースのクッキーは紅茶味とかココア味とか、あとはココナッツとか、いろんな味があるんで、そういうのも食べていきたいと思います。で1日の摂取キロカロリーは1000キロカロリーぐらいに抑えて、筋トレしまくります。まあ先日のプロタンさんに教えてもらったものから、過去に私が出してる動画を自分でねおさらいしながらやったりとかして鍛えていきたいと思います。目標はこのお腹ぷよぷよなんですけど、ここにですねこう縦線をこう今腕めっちゃ伸ばしてお腹引っ込めてこうなっても出ない、この何にも出てないんですよ、ここに縦線が欲しい。そしてこの背中と横っ腹にいるこの贅肉、これがもう本当に最悪なんで、こいつを落としたいと思います。なんで主に腹筋と背筋など、あと側筋とかね、お腹周りをメインと、二の腕ですね、ここのブヨブヨ二の腕をなんとかしたいと思います。それではレッツ地獄の2週間。食事はですね、冒頭で説明したもの以外にもこんなものを買い込んで食べていました。セブンイレブンで買えるものがとにかく多いですね。セブンイレブンかアマゾンで買いだめたものかって感じになりますが、時間ないときはとにかく左上のカップスープ、これがねもうほとんどでしたね。コンビニに寄ったり家で食べるときは右上にあるスンドゥブだったりとか麻婆豆腐、あとは糖質ゼロ麺、ここら辺を食べてることが多かったです。とにかくねもうお腹をいっぱいにしたい、いろんな味が食べたいと思っていろんなものを試してましたが、ネバネバ系はねとにかくね腹持ちが良かったです。あとは豆腐とこんにゃく、どうしてもパン系が食べたいときはセブンイレブンのタンパク質が取れるチキン&エッグ、あるいはシュリンプサラダ&クリームチーズロール、こちらのどちらかを食べてました。はい、ということで2週間経ちました。2週間というか、ちょっとね1日、まあ、日付がねちょっと1日回っちゃったんで、1日回ったというか、まあ、深夜1時にこんなもの撮ってるんですけど、15日目ですね。はい、まあねちょこちょこね、何してたか出てたと思うんですが、気が向いた時に運動、そして朝スカッシュしたりとか、ジムに行ったりもしました。で体重計はですね、ちょっと見た目を重視してダイエットしたんでまだ乗ってません。今日2週間ぶりに乗りたいと思います。ということで早速まずはサイズの計測をしていきたいと思います。前回のね記録ありますからね、まあ、身長は変わらず153センチということで、上から順番に測っていきましょう。二の腕前回 24.5 センチ、さあ今いくつでしょうか。22.5 ですね。はい、22.5 センチ。だいぶ
痩せた、2センチもダウンしたか。そしてね、ダイエットでここだけ落とさないように頑張っていたバスト、あるものは減らさないようにしたいという気持ちでやってましたけど、あーちょっと減っちゃったかな。86かな。1センチ減。まあ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 、1センチだったらね、他が全部下がってればいいんですよ。さあウエストですね、横から見るとかなりスッキリした感じしませんか。ちょっとね、腹筋はね、さすがにね、見えないね。あんまり腹筋鍛えられなかったような気がしますが、まあでもちょっと力入れると、今お腹にめっちゃ力入れるとこんな感じ。はい、じゃあ早速測っていきましょう。お、61センチ。61センチですね。3センチ減。まあ思ったよりも減らなかったかな、ちょっと残念なことに。アンダーも測っていきましょう。アンダー64センチでしたが、今回はアンダー64センチ変わらず。さあ下っ腹、前回下っ腹77センチでした。めっちゃ減ってない？本当に？へそのあたりかな、へそ下かへそのあたりなんですが、ここね、なんとやばいぞ、これは大成果、ここに出てました。じゃんじゃんじゃじゃーん、でん、70センチ、70センチ、やばくない？激痩せ。これはね、嬉しいこれは嬉しいぞ、いいぞ。さらにダイエットマッチで上がりますね。ヒップは前回88センチでした。ここもね、ずっとあんま変わんないとこですね。ヒップ87センチ、変わんねー。そしてね、もう一個下っ腹以外にも、私が鏡を見てはね、変わった気がしていた部分があるんですよ。そう、足、ちょっとね、太ももから測っていきましょう。はい、太もも42センチ。2センチも痩せてました、嬉しい。ラスト、ふくらはぎ、ここは一生痩せないと思ってたんですが、私の見解では鏡越しでは痩せていた。さあふくらはぎどうなんでしょう。おお、え、すごくない？ちょっと待って、ちょっと待って、本当に31センチ、嬉しい。なんとふくらはぎがだよ、2センチ減。これはもう2週間でこの成果が出たら、私はもう大感激ですよ。まだまだね、理想には程遠いですが、最後の最後、計測するのは体重です。さあ乗っていきましょう、体重計。ドキドキ、いきます、体重乗ります。あ、何キロなの？え、本当に？体重の BMI ちょうどいいですね。体重 43.8。これはやばい。はい、ということで2週間の本気ダイエット、いや結構過酷だったし、まあね、ところどころやっぱり会食とかは、外で外食しちゃって、そういう時もね、なるべくお酒はハイボール1杯とか、お酒を飲まないようにウーロン茶にするとかね、いろいろ頑張ってはみました。まあ結果としては、まあ、約4キロですね。4キロ減。そしてサイズダウンもめっちゃ、下っ腹と足元がめちゃくちゃできました、まあ、確かにね、言われてみれば上半身のトレーニングは本当にね、こう体は本当肩周辺ぐらいしかやってなくて、腹筋とかはあんまりできてなかったなって今思ったんで、まあ、今後はね、そこら辺やっていきたいなと思います。おすすめのものとかね、見つけられたんで紹介すると、あのサンラータンのカップスープは私はすごい好きでした。あと、あのカップスープのオートミールはね、私的にはとわーって入れてお湯入れるだけでちょうどよかったです。で、基本的には水とかは、なるべく多めに飲みました。とりあえず喉乾く前に水飲む、水いっぱい飲むってしてると、まあ、オートミール食べてたせいかな、何のせいか分かりませんが、結構ね、あのお腹なんかチャプチャプでいっぱいみたいな状況とかもありました。あとマッサージもですね、寝る前とか朝起きた時にしてました。その効果はね、結構自分的にはこの首から鎖骨らへん、ここらへんはマッサージの効果がかなり出てたかなっていうのと、ふくらはぎとかのむくみはやっぱりね、全然マッサージで変わったなと思いました。まあでもね、こっからね、リバウンドしちゃうかもしれないんで、なるべくこれをね、維持はしたいですね。ということで、皆さん、こちらの動画が参考になればと思います。
そして私は一体いつまでこの体型を維持できるのか、もっと痩せられるのか楽しみにしててください。では皆さん、またねー。